松坂さんどうぞ。お願いします。皆さんこんにちは。無所属の中野区議会議員の石坂渉です。今回パレードはこれまで、様々なパレードを歩いてきましたけども、はい、今日たくさんの方がこれだけ参加されている、これもすごいなということを感じています。私自身初めて、東京でパレードが歩いたのが約20年前、主催元はこれまで様々変わりましたけれども、そうした中で歩いてきました。この中でやはり20年前と今と比べると渋谷の区の状況ももちろんですけれども、私が住んでいる中野の状況もとても大きく変わりましたし、